第一の解説ですが、天使の涙、それがこの学園都市に持ち込まれた宝石の名前。それは正しく使用すれば天使と会話ができるといういわくつきの代物。第二の解説ですが、もしその伝説が本当ならば、科学サイドの手に落ちたそれを取り戻さねばならない。そうして私たちはこの学園都市へと潜入した。お姉さんは金で雇われて動く傭兵だけど、まさかロシア正教と協力することになるとはね。第一の質問ですが、何か不満でも？いいえ、もらえるものさえもらえて、なおかつ後味が悪くならなさそうなものであれば何だって引き受けるわよ。なら手早く済ませましょう。天使の涙取り戻すために。天使の涙を解析してる研究所まであと少しね。ところであなたさ、それにしても変わった体質の持ち主よね。しらばっくれたところでお姉さんにはお見通しなのよ。天使の涙の強奪作戦に加わったのもそこら辺の事情があるんじゃない？第一の回答ですが、自分でもきっかけは判然としていません。補足説明しますと、ただ分かっているのは、私の体内には一時期大天使一体分に匹敵する量のテレズマが込められていたのだという事実だけ。今ではその力は失われていますが、後遺症のようなものが残っています。ですから、それを治すために天使と名の付くものには片っ端から当たってみたいってとこ。天使の涙は科学にあらず魔術の手によって管理されるべし。大した言い分だが、別にロシア正教でなくちゃならない理由はないはずだよね。第一の回答ですか。この非常時に同じ魔術サイドで利権の争いをしている場合ではないというの。あの男の場合、学園都市だろうがイギリス正教だろうが、どっちが天使の涙を手に入れても得をしそうな感じだけどね。今のところはこちらの味方だ。天使の涙の行く末については心配いらない。この男が裏切れば僕が殺す。だからまあ気にするな。ロシア正教はここで引いておけ。第一の質問ですが、交戦準備はできていますか？地ならしの時間もなしか。さあ楽しみましょう。叩き抜けば次に行きます。やだ、頼みます。どこか分かる。
一の試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。ルーンが全て破壊された。ここまでだ、土帝。どうしても手を引く気はないってのか。第一の試験ですが、敗者に諭されたところで諦めるとお思いですか？補足説明しますと、こちらとしても簡単に諦められる程度の理由で望んではいません。補足説明しますと、あなたたちを諦めさせた分も含めて先を急がせていただきます。第一の回答ですが、天使の涙には奇妙な伝説があります。規格外のサイズの宝石にはありがちよね。第二の回答ですが、普通だと持ち主が次々と開始する程度のものですが、天使の涙の場合は事情が異なります。補足説明しますと、正しく使えば天使と会話することができる。ただし失敗すれば確実な死が訪れるといったものです。それをどういうわけか学園都市が科学的に解析することになったわけだ。第3の回答ですが、地質学の一環として処理されているようですね。まさか本当にやってくるなんて。ここまでやってこなければ地上はこれほど困難にならずに済んだのに。第一の回答ですが、またですか？この緊急時に同じ魔術サイドでいがみ合っている暇はないはずですが。残念ですが、もう天使の涙だけの問題じゃないんですよ。ロシア正教の手でイギリス正教の魔術師がやられたんです。戦争になるとは思わなかったんですか？質問ですが、光線準備はできていますか？さあ、始めましょう。さあ、楽しみましょう。波の上に試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。天使の涙に
なぜそこまでこだわるんです。今ならまだもつれた糸をほどく道だって。第五の回答ですが、天使の涙をないがしろにできる程度の事情しかないのであれば、速やかに退きなさい。あなたにはこの戦いに参戦する資格すらも乏しいのですから。施設の警備も研究員も軒並みやられてる。第一の説明をしますと、ここまで穏便に潜入できるとは思っていませんでした。お姉さんだって料金分はきっちり働かなくちゃと思ってたんだけど、どうやら先客がいたみたいね。第二の説明をしますと、この施設のどこかに天使の涙が保管されているはずです。そういえば天使の涙ってサファイアの一種なのよね。第一の回答ですが、色は全体的に透明で中心部のみ黄金に輝いているようですが。不思議よね。なんでそれでサファイアの仲間になるのかしら。第二の回答ですが、成分的にはルビーもサファイアも同じ石であるようです。補足説明しますと、これらの石の色が違うのは結晶構造の中に含まれる成分の違いでしかないとか。じゃあ天使の涙はルビーともサファイアとも違う何かを結晶構造に組み込んでいるっていうわけね。第三の回答ですが、それが科学的に説明できるものであるとは限りませんが。これが天使の涙ですね。ロシア正教の魔術師よりも先にたどり着けたようですが。すごく綺麗かも。触ることすら戸惑ってしまうんだよ。簡潔に回答するならば、それに触れることは許しません。ミーシャ・クロイツ、なぜこのレベルの大天使が学園都市に。となると、この天使の涙にはやはりそれだけの魔術的価値。誰と勘違いしているかは知りませんが、第一の質問です。その天使の涙を明け渡すか否か、今すぐ答えていただきましょう。質問ですが、応戦準備はできていますか。できれば抜きたくはない。さあ楽しみましょう。まなさん、たたきつけます。滝のようにたたきつけます。頼みます。試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。それを一体どうするつもりなのですか。回答の必要を認めません。それは使い方を間違えたら大変なことになっちゃうんだよ。第一の回答ですが、
大変なことを起こす気は毛頭ありません。速やかに学園都市を離れることでこの騒動を収束させましょう。第一の質問ですが、脱出ルートの方は？問題ないわよ。お姉さんはもともと運び屋なのよ。で、その天使の涙はあなたの体質を治すための鍵になりそうなの？第一の回答ですが、これだけではわかりません。でも、これがあれば、天使の名のつくこの霊槽があれば、あるいは。クソったれな。お前ら。この街で何をしやがった。第二の質問ですが、学園都市の追手ですか？お前らが研究所を襲ったところまでは分かってる。その天使の涙に関わってんだろうが、何が起きてるかは知らねえが、これで止めさせてもらうぞ。質問ですが、光線準備はできていますか？遊んでやるよ、サンシュタイ。さあ、楽しみましょう。ただし、次の質問、波のように呼び出す、滝のように呼び出す。どこまで天使に会えの試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。第一の試験ですが、テレズマとは違う。しかしこの蘇生は、どうやら誰かが天使の召喚なんて馬鹿げたことを始めようとしているようね。まさか天使の涙、もう科学的に解析されているってことでしょ？第一の質問ですが、それはどういう意味ですか？簡単よ。もはや天使の涙は複製されていると考えた方がいいわ。第一の試験ですが、すぐに術者を突き止め、
術式をやめさせなければ。でもどうやってそいつを探すわけ？探知の術式を使うにしたって。その必要はねえわな。お前らが探してるのはこれだろうなよ。第一の質問ですか。それは天使の涙なのですか。正確にはその人工生成体だ。ほう、てめえ見たことのねえ方式だな。だが説明のできねえ連中が出てきたってことは、いよいよこいつは本物かもしれねえな。第二の質問ですか。あなたは。そうだよ、そうそう、その通り。解析したこいつを使ってちょいっと面白いもんを呼び出そうって寸法だ。ただまあこの石ころあんまり便利なもんでもねえな。何しろその実体は光の刺激を利用して人の精神を消しゴムみてえにかき消し、あの怪物を詰め込むための容器を作るってんだからや。あら、その方法だと天使を手に入れる代わりに詰め込む容器になるあなたの自我は破壊されるんじゃないかしら。そうだよ、だから誰かに肩代わりしてもらわねえとな。例えばてめえがついさっきぶちのめしたラストオーダーとかいうクソガキとかな。ナイト気取りの化け物野郎も今はダウンしてる。ここでラストオーダーを確保すんのはそう難しいことじゃねえだろ。第二の質問ですが、そんなことをさせると思いますか。バカかてめえは。バカなんですか。もう列車は走り始めてんだ。今さら途中下車なんかできると思ってんのか。出番だ人形、このクソ女を叩き潰せ。第一の質問ですが、光線準備はできていますか。勝負ですね。さあ楽しみましょう。電撃一体を超えよう。進化できる。電撃にて戦闘を投入を見つかる。防弾電撃の先のように見つかる。出動を要請します。のように見つかる。出動します。の試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。第一の回答ですか。これで。だから言ったろう、途中下車はできねえって。もうすでに AIM 拡散力場は集まってんだよ。
新しい器を求めてな。だがそいつは頓挫した。行き場を失った莫大な力がどう荒れ狂うか見ものではあるわな。天使の涙はいわば人工的な方法で私と同じ体質を作り上げる装置となれば、行き場を失ったエネルギーの塊が向かう先は私の体。予想通り。いや、予想以上じゃねえか。科学者冥利に尽きるってもんだ。ワクワクするね。第一の質問ですが、契約時の賃金だけでは不足が生じるでしょう。ここから先あなたは付き合う必要はありません。そっちこそ、あんなもの詰め込まされたら体が内側から破裂するか、人格を丸ごと引き裂かれるんじゃない？ここは強がっていないで、素直にお姉さんに甘えておきなさい。第一の質問ですが、光線準備はできていますか？戦いたくなんて、ないけど。さ楽しみましょう。さて、滝のようにの試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。第一の回答ですが、ひとまず退けたとはいえ、これだけやっても根本の解決には至らないとは。学園都市もとんだ怪物を飼いならしているものですね。第一の回答ですが、天使に関わる重要な霊槽でしたが、これだけでは私の体質を改善できるには至りませんでした。第一の質問ですが、回収破棄するのではなく、第二の質問ですが、まさかとは思いますが、天使の涙を利用したプロジェクトでも実行するつもりですか？
第3の質問ですが、これを解析することで正しい防御策を模索すると。試験ですが、方便のようにも聞こえますね。第2の回答ですが、仕事は仕事です、引き受けましたが、仮に天使の涙を本来通りの目的で使用した場合、相応の行動で応じますので、そのように。第3の回答ですが、さて、天使に関する霊装の洗い出しに戻りましょうか。